皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです、今日は、車紹介ということでシエンタを紹介していこうと思います。これは、まあ、個人的に私ご家族のみんなも私おいっ子たち2人いるんですが、おいっ子めいっ子とあと誰かと一緒に行動するときに前母親のビッツを乗ってたんです。そうなると座席を倒さないと私の車椅子が乗れないということもあって、子供たちと一緒に行動することができなくて、でもシエンタはそれが問題が解決されて子供も一緒に孫ちゃんも一緒にお出かけすることができる。そしてはい、もう風が強すぎて何言ってるかわからないのでアフレコを入れます。とりあえず人も乗れるし荷物も積める、でもなおかつコンパクトというのがシエンタなので、私自身が運転する目線でも、あと家族として乗る目線でも紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず乗り込みからやっていこうと思います。はい、扉の感じですね。やっぱりハリアの時よりは扉は長いし感じます、うん、いや大きいよ完全に。で、乗り込む時の高さ的な問題はこれビッツの時とビッツも高さ一緒です。で、ハリアよりはやっぱり低い。私はねやっぱこの高さが一番乗りやすいと思うんだよね。だからまあ体に合ってるって、その フィットとかさ、電気つけ方フィットとかもさ、多分こんくらいの高さだと思うんだよね。うわ当たるね、ここボディに。あーそうだね、今大丈夫です。はい、またアフレコ入れていきます。乗り込み方はいつものように先に足を入れて乗り込みます。で、天井を掴むんですけど、前に質問があって滑るんじゃないかっていうのがあったんですが、若干ここ溝があるんですね、フロントガラスの。そこに引っ掛けて上がります。見えてた？まあ、見えてます、映ってはない。あ、映ってはない、全然余裕です。で、車椅子をこう折りたたんで何かかんやするのも私はすごく楽だし、ここね、ここの広さがやっぱりあるから車椅子を通しやすい、通しやすいです、とてもです。で、ただちょっとここの盛り上がりがあるんだよね、目線。で、そこがシートをちゃんとこう起こしてやらないといけないかな。今一回やってみたら、マックス上に上げた時の視界、そう一番で、高さも座面も高くしてギコギコって、これこうやって、すごい。あ、なるほどね。え、これどうやって下げるの？反対にやれば、下に押せば。あ、え、なんか一番上にやってみて。え、これ多分一番、え、いいじゃん。 その時の目線はどう？え、全然問題ない。見えんの？見える見える、うん、え、てかこれだったらさ、その乗り降りしにくい人もさ、これ下がってるじゃん。まあ大体の車ついてるけど。シエンタさん、あ、オプションか、両サイド自動とかは、うん、両サイド両側自動扉とかっていうのはオプションなんですけど、折りたたみの場合ね、もしかしたらここどうやって開く？そう、大丈夫、そこで開けれる。え、近づきづらいから。じゃあブレーキ踏んで、ブレーキ踏めないか。ブレーキ踏んで。だ、手動装置がついけん。お、あ、いけるいけるいける。入れることもできるかもしれない。はい、
っていう話。ただ、はい、折りたたみじゃないから、うん、ちょっとここの幅が狭すぎて、うん、固定車は入れれない。まあそうだね、この席がね下がんないんだよ。そう、シエンタはこの席は下がらない、スライドしない。まあそつなくできるよね。まあ乗り降りは楽ですね。でもはい、じゃあお兄ちゃんのラゲッジコーナーです。車椅子をシエンタに積むとどうなるのか、やってみましょう。ドアを開いて、あ、ここポイントですね。立体駐車場とかだとこの後ろの壁との距離が近いんですよね。シエンタだとギリギリ開く。こう開きます。ノアとかベルファイアとか、あ、まあ、アルファードとかだと絶対ここぶつかるんですよ、この壁と。大きすぎてね。そういった場合はその都度車を前に出して積んでます。ただシエンタの場合だと、ね、しっかり車止めに合わせた状態でも開けることができるので、こういったところはすごく便利です。じゃあちょっと入れてみようかな。こんな感じ、こんな感じです。こんな感じ。シエンタ3列、この車3列シート車なんですけど、3列目のシートを2列目のシートの下に隠せるので、3、何て言うんだろう、荷室がこんだけ広くなります。シート、3列目シートあるよ。出せ、3列目シートは出せるのっていうか、その気になれば出せる。まあ、何がいいって後ろに人を乗せながら折りたたまず、または分解せずして後ろにこう乗せれると。いつも4人で車椅子1台みたいな感じだったらすごくいいです。本当にそこオプションじゃないんだ。なんかおしゃれなんですよ、この中とか。そう、これここが荷物引っ掛けれる、うん、そこじゃなくてその前のダッシュボードそのオレンジのこれ、そう、これとかおしゃれです。確かに荷物いっぱい入ってきた。でももう一個フリードとか他のミニバンと違うところは、こう2列目がスライドしないっていうとこだな。後ろにスライドし、なんで我らはシエンタにしたの？トヨタでまとめようとしたから。まあだから用途はまあフリードでもいいよね。いいよいいよいいよ。で、ただこれ車椅子の人たち、これ本当はね閉めるのを電動でやれると一番いいんだろうけど、シエンタはそれがなくて全部手動ということで、お兄ちゃんのラゲッジタイムでした。ラゲッジタイム、ラゲッジコーナーでした。さようなら。さようなら、さようなら。はい、はい、ということで、シエンタを紹介しました。本当にあのお子さんがいて車椅子の家族がいてっていう人たちにはすごくシエンタってサイズ感も荷物も積めるし、おい声聞こえないって言ってない ちょうどいいと思います。ただちょっとね人気すぎてさ、価格もちょっと中古車も高くなってるんだよね今ね。今は高い。だからそこがやっぱ人気なんですよ。都会でもすごく見るし市内でもすごく見るし、うん、サイズがちょうどいいんだよね。そう、でもめちゃくちゃおすすめです。はい、ということで、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。